船玉を祀る神社の例、大阪府の住吉大社、船玉神社。船玉とは、海の民が航海の安全を願う神。船玉とも表記する。また、地方により、船玉山、船団山、お船様など、様々な異名がある。天平法寺6年に嵐にあった使い墓海戦、能登で、無事の帰国を船玉に祈ったことがあり、期限は相当古いようである。 ご神体がある場合とない場合がある。ある場合は、人形、銅線、人間の毛髪、五国、祭などを船の柱の下部森とかつ,つと呼ばれる場所に安置し、一種の魔よけ、お守り的な役目を果たす。また、陸上に船玉を祀る神社を置く場合もある。近年では、地上の寺社のお札を、機関室などに収めることが多いようである。ない場合でも、 正月11日に船玉祭り等と称して、儀礼を行ったり、船迎えという行事を行うところもある。全国的に船玉は女神であるとされる。会場に女性を連れて行ったり、女性が一人で船に乗ったりすると、疲れたり、天候が荒れたりするとして忌む傾向がある。元来は、巫女が入ったものと考えられ、その女性を指して、お船様と言ったために、 このようなタブーができたと考えられる船玉を主に祀るのは巨民のほか、船大工である。船が完成すると同領は船玉を祀る儀式を取り行う。会場では家式と呼ばれる炊事を担当する少年が稲穂などを捧げて世話をした。身体としてのサイコロは二つで、天一一六、協賛合わせとも四合わせ、中に、 どっさりになるように据えたという森や筒から出る、実賃実賃という音は、神の垂れる、神託と、そくられた。なお、船玉祭りを行い、船玉を法案することが古くよりある。俗に本記では、純任天皇2年8月に、船玉祭りを行ったとある。船玉祭りは各に、多様な神事が伝承されているが、下記は、出雲大社での儀式の概要である。 注釈出店、ありがとうございます。